皆さんこんにちは。腰の手術を経ながらも日本女子クロ選手権コニカミノルタ杯で見事に優勝を果たした原絵梨香選手、この優勝で国内メジャー3勝目となりました。今回はそんな原絵梨香選手の本当の国籍、彼氏事情などについて調べましたのでご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。ではまず原絵梨香選手の経歴についてご紹介します。原絵梨香選手は神奈川県横浜市出身の1999年2月15日生まれです。ゴルフを始めたのは小学4年生で、きっかけはゴルフ好きだった母親の影響でした。それまで球技が苦手だった原絵梨香選手でしたが、ゴルフは球が止まっているからと思いゴルフを始めたそうです。そして母親は球技がとことんダメだった原絵梨香さんがゴルフに興味を持ってくれたことで、できる限りのサポートを行います。中学に上がってからもゴルフを続け、部活でゴルフがなかったために学校が終わってからゴルフ場へ向かう日々、最終的には全国大会で9位という結果を残しました。高校の時に比べて結果こそそれほど残していませんでしたが、ゴルフをとにかく楽しんでする子供だったといいます。そして高校では念願のゴルフ部に入部。高校に入ってから原絵梨香選手の才能が開花します。高校1年生の時にいきなり神奈川県大会で2位を獲得。そのままの勢いで翌年の2016年には優勝を果たします。そして高校在学中にはジャンボ尾崎の名前で知られるレジェンド尾崎雅史さんに弟子入り。この時の熱の入りようはすごかったようで、知人を介して直接自宅まで足を運んでお願いしたといいます。そしてジャンボ尾崎さんに教えてもらうために横浜から千葉まで毎回通っていたのだとか。その時の原絵梨香選手はプロとして通用するとは全く思っていなかった、もっと練習しなければとひたむきにゴルフに向き合い続けたといいます。そして現在のように黄金世代と呼ばれるまでに成長しています。女子ゴルフ界においてその整ったルックスから美人との呼び声の高い原絵梨香選手。そんな原絵梨香選手に関して韓国籍なのではとの噂が出ています。原絵梨香選手の本当の国籍はどうなのでしょうか。調べてみたところ原絵梨香選手の本当の国籍は日本で間違いないようです。ではなぜこのような噂が出たのでしょうか。これについても調べてみました。まず顔立ちを指摘している方が何人か見られました。確かに原絵梨香選手の顔立ちは日本人的な可愛い顔立ちというよりは韓国人タレントのようなキリッとした美人系の顔立ちです。頬も高く、こういったところから韓国人のような顔立ちと言われているようです。次に他の韓国人ゴルフ選手ととても仲が良いという点です。原絵梨香選手はハヌル選手の引退試合でツーショットを取り投稿するなど、韓国人選手との仲が良い点も韓国籍なのではと疑惑を持たれていた原因の一つだったようです。韓国人選手と仲が良く一緒に検索されることも多いため、予測で韓国人選手が出やすかったことなどがこの噂に拍車をかけたのではないでしょうか。3つ目は原絵梨香さんの名前でした。原絵梨香さんの名前に用いられている花などはカラのジョンさんの名前のトモヒデ、女優のチョンヘヨンさんのチョンヘヨンなど用いられることの多い漢字なのだとか。こういったところからも噂が立っていたのかもしれません。こういった点から原絵梨香選手は日本国籍ではなく韓国籍なのではないかと言われていたようです。しかし実際には原絵梨香選手は神奈川県出身のれっきとした日本人、あくまで噂に過ぎないようです。次に熱愛の噂についてご紹介します。原絵梨香さんは今年で24歳、まだプロ転向から5年ほどで、結婚などはまだ遠いのではないかと思いますが、彼氏の噂はどうでしょうか。これについても調べてみました。調べていくと原絵梨香選手との熱愛が噂されている方がいました。なんとその相手とはプロ野球選手の村上宗隆選手でした。村上宗隆選手といえば2022年に3割1分8厘
56本塁打、134打点で、あの落合博満さんを抜いて、史上最年少で三冠王を達成。さらに56本塁打は、日本人として王貞治さんを抜いて、NPB 最多本塁打にもなっている若き怪物です。そんな村上宗隆選手との熱愛が噂されている原英莉花選手、一体なぜこのような噂が立っているのでしょうか。ご紹介します。まずこの話が話題になったのは2023年の4月11日、女性自身から原英莉花選手と村上宗隆選手の熱愛が報道されたためでした。この記事では2022年の10月上旬に2人は共に港区のバーへ行ったそうで、そのバーは貸し切り状態だったのだとか。ただ村上宗隆選手がこの交際報道の次の日のお立ち台で、惑わされずに僕を信じてついてきてくださいとファンに宣言しています。これがさらなる話題を呼び、それぞれのファンの間で様々な意見が錯綜しています。このように付き合っているかは定かではないものの、熱愛が噂されている原英莉花選手、この他にも匂わせと思われる事例がいくつか見つかりましたので、合わせてご紹介します。匂わせ1、喜びツイート。これは原英莉花選手が投稿したツイートから噂された匂わせです。2022年8月27日、村上宗隆選手がプロでの自身初となる1試合5安打、2試合連発となるホームランを打った試合の後、原英莉花さんが自身のツイッターにて、すごすぎる、エリカも頑張ろ、今日もゆっくり眠れそう、おやすみなさいと投稿しました。このツイートから恋人ないしは友人なのではないかという考察がされていました。匂わせに身長。原英莉花さんは女性としては身長が高く173cmあると言われています。そしてこの匂わせでは自身のツイッターのアカウントにて、今日は多分188cmあった、足いてててて、との投稿をし、このツイートからこの 188cm の身長であった村上宗隆選手の名前が挙げられたというものです。恋人の身長にヒールで合わせたのかなど、これも様々な考察を呼んでいます。匂わせ3、誕生日。これは原英莉花選手が村上宗隆選手の誕生日にチャーンという言葉とともにおでんの絵文字を投稿。村上宗隆選手の誕生日である2月2日におでんくんと呼ばれている村上宗隆選手を彷彿とさせるようなおでんの絵文字を文脈なく投稿したことで話題になりました。さらにこの2日後、原英莉花さんはまたもツイートを投稿。美味しいショートケーキを食べていますように、また会える日まで一生懸命歩み続けますね、という内容を誕生日の2日後に投稿したため、前述したツイートの噂を加速させることとなりました。匂わせ4、お揃いのネックレス。これは言葉の通り、原英莉花選手と村上宗隆選手がつけているネックレスがお揃いのアクセサリーをつけていることから話題になった事柄です。2人は原英莉花選手にスポンサードをしているスタージュエリーのアクセサリーをつけており、村上宗隆選手は背番号でもある55、原英莉花選手は自身のラッキーナンバーと語る9をそれぞれつけています。もちろんブランドが被ることもあるかもしれませんが、つけているアクセサリーがわざわざ原英莉花選手がスポンサードされているブランドのアクセサリーだったことで話題になっていました。言うまでもなく、これらは推測の域を出ないものであり、実際に2人がお付き合いされているかは分かりませんが、もしお付き合いされているのであれば、2人が仲良く結婚することができるよう願いたいですね。いかがでしたか。今回は女子プロゴルファー原英莉花選手についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。